こんにちは、霊夢でございます。マリサでございます。今回は引き続き中級編ということで、PSD ツールキットをフル活用する方法を解説していきます。ゆっくりとボイロとチェビオで、やり方が違うんだっけ？そうです。ただ最初の方は共通なので、このままご視聴ください。今回は、ボイスを出力した瞬間に、AVI ユーティルに自動配置してくれる機能の使い方です。これがあると、相当楽になりそうだな。この機能は、監視君、という機能になります。前回も言いましたが、PSD ツールキットの説明書に使い方が書かれているので、一度目を通してください。今回は動画でも解説しますけどね。まずは最初に、PSD ツールキットの環境設定を行います。環境設定は、ここからいきます。これが環境設定の画面です。今、画面でお見せしている通りに、設定をしてください。スライダーの数は自由ですけど、発動条件も、自由でいいかな？ここまで設定をしたら、監視君を使う準備をしましょう。監視君は、PSD ツールキットに内蔵されているツールです。ですので、追加のダウンロードは必要ありません。監視君は、AVI ユーティルと同じフォルダの中にあります。中を見てみましょう。ファイルが、4つあります。このうち、セッティングと書かれたファイル、これの名前を変更します。語尾についている、テンプレート、という文字を消して、拡張子をテキストに変更します。そしたら、メモ帳で触れるようになるな。開くとこんな感じで、最初から色々と書いてあります。基本的にいじるのは、色をつけた2箇所です。ということで、まずは上から行きましょうか。ルール定義の基準になるフォルダー？すまねえ、ロシア語はさっぱりなんだ。日本語ですけど、これは、まあ簡単に言うと、出力するボイスを保存するフォルダ、これを指定してあげればいいのです。ですので、ボイスを保存するフォルダまで行きまして、このフォルダのアドレスを、テキストとしてコピーしまして、これを貼り付ければ、OK ということです。なんだ、そういうことだったのか。ってことで、次の変更箇所に飛びますよ。これは、ルールって書いてあるな。まあその名前の通り、監視君の発動ルールを定める場所になります。全部で4行ありますが、1行目と3行目は、とりあえず触らなくていいです。2行目に触りましょう。ここでは、どんなファイル名のボイスが出力されたら、AVI ユーティルに自動配置するか、という、名前の指定をすることができます。フォルダに作った全部のボイスを放り込むんじゃなく、名前で絞り込むことができるのか。そういうことです。それで、アスタリスクがついてるんですが、これはワイルドカードです。何でもいいよってこと？そうです。つまり、このように書くと、拡張子がウェーブで終わるファイルなら、何でも自動配置するよ、という意味になります。その他に、このように書きますと、霊夢で始まるファイルを自動配置するよ、という意味になります。先頭にもアスタリスクをつけると、名前のどこかに、霊夢という文字があれば自動配置するよ、という意味になります。キャラ名での絞り込みができそうだな。うまく活用してください。次に4行目ですが、これは、AVI ユーティルのどのレイヤーに挿入するか、という意味です。例えば、10と書けば、10番目のレイヤーに挿入されます。正確には4行あるので、レイヤー10から13に挿入される、ということですね。わかりやすいな。これで基本設定は完了です。上書き保存しましょう。これでソフトを開けば、監視君によるフォルダの監視が始まるわけですが、これが重要なお話でして、監視君による AVI ユーティルへの自動配置には、発動条件があります。それは、ボイスのファイルと同じ名前の、字幕用テキストファイルが、同じフォルダに同時生成された時、です。ボイスと、字幕用テキストファイルを、同時生成？そうです。これができないと、監視君はうまく働きません。それでこの、2つのファイルを同時生成させる方法、これがボイロとチェビオとゆっくりで異なるのです。そこが変わってくるのね。ということで、まずはゆっくりでのやり方を解説しましょう。まずは必要なソフトが2つありますので、ダウンロードしましょう。まず1つ目は、ソフトオークです。Google 先生で検索かけると色々出てきますが、ちょっと下まで降りて、このサイトからダウンロードするのが最も確実です。ウィッカ。メニューから、ダウンロードを選択します。ダウンロードページに行くことができますので、最新バージョンをダウンロードしましょう。古いバージョンだと、うまく機能しない場合がありますのでご注意を。二つ目のソフトは、ゆっくり調整くんです。これは検索をかけて先頭に出てきます。ページの下に進むと、ダウンロードリンクがあります。ここから、最新版をダウンロードしましょう。
なお、動画的に NG な広告が出てくるのでカットです。そういえば、ゆっくりムービーメーカーは使わないのか？そうなんです。この方法は、ゆっくりムービーメーカーを使わない方法なんです。AVI ユーティルだけで編集できるので、そういう意味でも時短になるかも。ゆっくり調整くんの使い方は、作者さんによる解説動画があるのでそちらでもいいのですが、こちらでも解説しましょう。まずは、先ほどダウンロードしたファイルを解凍し、ゆっくり調整くんを開きます。拡張子が、エグゼで終わるやつだな。って、ここでも Windows に蹴られるのか。発行元が不明という扱いですからね。これがゆっくり調整くんの画面です。まずはじめに、初期設定をしましょう。こちらの、設定タブに切り替えます。いろんな設定をすることができますが、一番下にある、ソフトオークのファイルパスを設定します。これは、先ほど一緒にダウンロードした、ソフトオークのファイルを設定すれば大丈夫です。これだな。基本設定はこれだけです。簡単だな。ということで本題、ゆっくりボイスの作成を行いましょう。まず最初に、ファイルから、新規プロジェクトの作成を選びます。次に出てくる画面で、ボイスを出力するフォルダを選びます。監視君に見てもらうフォルダ、と言い換えることもできるな。このファイル選択を楽にできたらいいのになぁ、と思うウープ主でした。新規のプロジェクトが作成されました。そしたら次に、新規作成をクリックします。これをクリックし忘れると、何も作れないのでご注意を。敗北しすぎだろ。はぁ、はぁ、敗北し新規作成をクリックした後に、真ん中あたりの入力欄で、セリフを入力します。変換ボタンを押すと、こんな感じになります。ここで、アクセントをいじることができます。試しに読み上げてみましょう。これはテストです。ソフトオークが自動で起動し、読み上げてくれます。次に、アクセントのいじり方ですが、緑色の四角をクリックすると、アクセントをつけることができます。これはテストです。これはテストです。これはテストです。ただ、アクセントをつけると、逆に違和感のある声になってしまうことが多いので、正直アクセントはいじりません。このように、文字の間をクリックすると文節分けができるので、これはよく使います。これはテストです。これはテストです。文節分けがあった方が、ゆっくりムービーメーカーで作る性質と似てるかな、と思います。なお、自動で文節分けをしてくれる機能もあります。かなり便利なんだな。一番右側の、自動調整設定、というタブを開きましょう。自動調整を有効にする、にチェックを入れると、自動で文節分けをしてくれるようになるのです。明日には東北限定のずんだまんじゅうが発売されるらしいよ。どんな例文だよ。今のように、あえて文節分けをせず棒読みにさせる、という技術もありますけどね。ツッコミによく使えるよな。なお、読み上げに間違いが出る場合もあります。例えば、肉だり目には、多目的レイヤーが挿入されます。肉だり目、って読んじゃってます。すげえ間違え方だな。読み上げ方は、セリフ入力欄の、下の欄で修正が可能です。2行目には、多目的レイヤーが挿入されます。まあ、こんな感じですね。セリフが完成したら、音声ファイルとして出力しましょう。方法は簡単、挿入ボタンを押すだけです。2行目には、多目的レイヤーが挿入されます。何も起きないけど、そう思うじゃないですか？実は、今の瞬間に、ボイスの出力が完了しているのです。いやいやそんな、音も立てずに出力だなんて、あ、できてる。このように、ボイスと、同じファイル名の字幕用テキストファイルが生成されます。お、確かこれが、監視君を発動させる条件だったよな。そうです。あとは監視君を起動させるだけで、AVI ユーテルへの自動配置ができるようになるわけです。それでは監視君を起動させましょう。次に、同じフォルダの中にある、フォーセプサーというファイルを開きます。Windows に蹴られます。くさ、ちょっと待ってね。はい、プログラムが起動して、フォルダの監視が始まりました。ここでエラーが出る場合は、監視するフォルダの指定が間違っていると思いますので、もう一度見直してください。ではこの状態で、ボイスを出力してみましょう。
ちは、霊夢さんです。はい、無事に自動配置されました。挙動が少し変だったのは、間違えてプログラムを2つ開いていたからです。取り直す選択肢はないらしい。これが監視君の基本的な使い方です。あとは少しだけ、使い方に応じた設定方法を解説しましょう。ルールは、2つ以上定めることができます。例えば、霊夢とついたファイルはレイヤー12、マリサとついたファイルはレイヤー16に配置したい、という時の設定がこちら。キャラごとの振り分けに便利だな。実演してみますね。こんにちは、霊夢さんです。私のボイスは、レイヤー10に挿入されました。マリサさんだぜ。私のボイスは、レイヤー16に挿入されたな。こんな感じですね。あとは、ボイロとゆっくり、みたいな感じで、複数のソフトを使っていて、ソフトごとに別のフォルダにボイスを保存している場合、例えばウプ主の動画で言うと、薬草衣キリタンというシリーズ。これは、東北キリタンとオトマチューナという二人の掛け合いですが、それぞれ違う音声合成ソフトです。ですので、出力したボイスは別々のフォルダに入れています。フォルダは一つしか指定できないんじゃないのか？いえ、違うフォルダでも指定できるんです。ほほう。そのやり方ですが、こうなります。まずは、二つのフォルダに共通の部分、つまり枝分かれするまでのアドレスを記載します。そして次に、さっきはスルーした、ルールの一行目の部分。ここに、ベースディレクトリ、という文字の後に、枝分かれした後のアドレスを入力していきます。これで、指定ができます。ほーん、一行目はそういう意味だったのな。これも実演です。まず、ウナのボイスはレイヤー16に。キリタンのボイスは、レイヤー10に挿入されました。状況に応じてアレンジができるので、研究してみてください。これで、監視君を使ってゆっくり実況を高速化する方法は以上です。随分長かったな。そして次回は、ボイスロイドとチェビオを監視君に対応させる方法、これを解説していきます。こちらも、去年の解説とは随分と変わりましたので、お楽しみに。この動画が投稿される頃には、次のパートも完成してるはずだから、次回は明日に投稿予定だぜ。それでは、また次回をお楽しみに。